か泳いだりしてる。なんでふわっとしなんでふわっとした最後。ランポーメン、今日はなぜに料金が一緒やん、特盛りでもで、900g? 900g だよ、山盛りだし。そう、特盛りでもない、でも山盛りお金一緒やから値段一緒、行くっきゃないでしょ。それは、900やからもうほぼ1kg、900やからほぼ1kg でしょ。何そのキャラ、あれな、あれ、あゆやったこれ、あゆ、あゆ行きましょうか、行きましょう。いただきます。魚介のお出汁に小麦の香りが凝縮されたツルツル麺、たっぷりだけどスルスル食べられちゃう。卵は別料金。ね、これめちゃくちゃ重たいもん。900ですね、ほんまに重たい、ほんまに重いな。うん、あ、ね、うまい。いやいやいや、初めてのパスタの味見の仕方やわ、うん、パスタじゃんそれ、もう出来上がってるからこれ、いいね、うまいわ。全粒粉的な感じやな、全粒粉ね、うま、ん、そうやわ。で、国産小麦使用してて、これ栄養価高い。おだから小麦の香りが味わえて、もちもちの食感で喉越しも抜群なんか。あんま読んでんな。でも分かったことも、さすがやな、道理で 900g にすんのは無料やねんな。うん、あ、プラス100。そうやねん、これまでけど無料。あで、山盛りはプラス100円か。このあ、いいっすね、このメンマ、メンマ好きやね。わかるわかる、太いのいいよな。メンマって竹やと思われへんよな。うまい、なあ、メンマ自身も多分思ってへんのちゃうかな、自分の竹のこと。俺って竹になると思ってへんか。うん、どう最近夏のせいにしてる、なんか夏のせいにするなんかな。最近なんかさ、バイトの子が東京行ってきたらしいんか、うん、お土産を個人で渡すタイプで買ってきてんて、俺以外みんな渡してる、俺だけないらしい、夏のせい、これはえ、それなんだよ、それいじられてんの。いや、なんなんそれ、ほんまに嫌われてていじめられてんねん、俺だから女の子に、うん、そう、あの20歳の男、えやばない、ちゃんと仲間外れされてんね、30人で、それがちゃんと一人ずつに渡してんね、店長とか社員とか団地の人で、それをなんか俺に分かるように渡してるね。この年になってそういういじめされてます、うん、けどそれ夏のせい、それ夏のせい、人間のやつ、人間って夏のせい。魚粉行きたいと思いまーす。何魚粉食い読みで行ったの。あー、もっと怒っていい。うん、優しすぎる、うん、優しい優しい優しい、もっと怒れよ、もっと咎めろよ俺を。ちょっと魚粉入れました。何やそれ魚粉なんて、お前魚粉言うとれろ、それそれ言ってこい言ってこい。そんな声張らなかったお前。お肉、これはなんかの動物のどっかの場所の肉なのか。下手やな、うん、食べていきたいと思う。下手やったら頑張らんでええねん、もうどっかの肉食うて。豚やろ大体、チャーシューやろ、うん、どっかの肉でした。食うでもかい。全然チャーハンとかいけんの、これチャーハンもいける、全然いける。なんかチャーハンもいけるっていうのが一人、チャーハンみたいなやつがなんか喋ってる。なあ、チャーハン。そんなパラパラか俺、うん、パラパラしてる俺。なあ、パラパラか、チャーハンちゃうの、火加減大事やんだって。火加減大事やけどな。買ってくれるんすか、ラーメンのスープ。全然うまいやん。それで割ってくれたんすか。ありがとうございます。あ、これスプーン1個増えて、あ、そういうことか。新しいの怖くなって俺。いつの間にスプーン増えてると思って。いやいや、変な現象起きてないから。やんな、やんな。いやいや、大丈夫大丈夫。心霊スポット行ったけど大丈夫、それじゃないから。うまー、すごい。いつもやってるんですか、このサービスは。大丈夫大丈夫。へ、ありがとうございます。
スープ割りってなんかな、だしみたいな。そう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 、豚骨スープで割ってくるって、めっちゃ濃厚やでこれ。替え麺とかってあります？つけ麺の替え麺、これにつけて食べたい。それからライスじゃん。あー絶対うまいな。じゃあライス入れてみて。じゃあライス切ってみて。お母さんライスって追加できます？あいけるわ。あ買ってきたらいけるって。900いった後にこれだけメニューあったら絶対頼むな、このなんやろ、マッチしてる。こんだけサービスいいんやったら、やっぱ魚介系って魚やん、はい、で豚骨って豚やん、うん、豚と魚が仲良く一緒になんか泳いだりしてる。なんでふわっとしたなんでふわっとした最後。うまい。この割り方初めてやけど、うん、だって魚介スープに豚骨やもんな。めっちゃうまいわ。やっぱ魚と豚ってなんでた、魚介って魚やん。はい、そうですよ。で、豚骨豚やん。そうよ。それ全然仲良くない。陸とさ、海で、全然場所が違うから。そういう概念。喋ることとかもできへんやん。そういう概念で考えてもらえるな。でも、ここ楽しく二次会までやっちゃってる。なんやそれ。盛り上がったな。一軒じゃ足りへんかった。足りへんかった。話足りへんかった。二次会まで行っちゃってる。うわー、盛り上がって。三次会行ってもいいぐらいよ。三次会は行ったらあかん。なんでやねん。珍しいね、禁止。マー君のその辛いのにも入れてもらったらどうなんだよ。おお、やってみたら。おお、激辛バージョンも。うまそう。美味しそうやな。あれ？レンゲ増えてる？いやいやいや。え？怖？怖ないねん。さっき自分で言うとったやろ。え？さっき自分で言うとったやろ。そのあれ？マイコバイ？違うわ。マイコバイね。怖すぎるやろここに来たら。レンゲ？レンゲあれ？レンゲおらんてそんなね。わあ。お母さんが持ってきたやん。ほら見て。だって普通一人一本やもんね。ってことは俺らだけ3人やと思ってて、ほんま6人おるんや。1体ずつついてるだよ。うん。ないねん。例が。エンディングが1個ずつ余ってるやんけだって。いやいや、そうやろ。お母さんが優しそうでも出てくれて。え？ラーメンの湯あんたはもうそばいそう山盛りやからな、うん、そう俺ももう六甲さんみたいになってるよ。遠いもこう久々に見せたら生い茂ってるわ。六甲さんのあの春の感じわかる？確認してもらえる？どんだけ引くねん引きすぎやろ。お前インサート撮るな。三方面美味しかったけど、頭皮ゼロポーメン。やめろお前。ゼロポーメンって。ゼロポーメンってな、豊かゼロ。全然豊かじゃない。豊かゼロってことね。ゼロポーメンでした。やめてって。麺ではないよね。大変な。大変。